今選手が入場してまいりました。右が福岡、左白のユニフォームが町田です。まあ、そこをこう彼にやってほしいのかなと思いますよね。今日は11試合ぶりのスタメンになったその、まあ、あとナサフ藤本なんかがこう縦に突破できますから、はい、まあ、サイドでの攻防ってところも一つ見どころじゃないですかね。今キックオフの笛が鳴らされました。福岡対町田の第30節、右から左にポーンとロングボールを蹴ってきたのは白のユニフォーム町田です。はい、左のセンターバックに昇進、そして試合が始まりました。跳ね返していってミア、ポーンと浮かしたボール、ウェリントン胸で落として今野の右足のシュート。さあ、その長身4枚が中央にいますが、どこを狙ってくるか。ニアサイド、最後小田でした。いやー、惜しかったですね。はい、小田のクロス、ヘディング、ポストに当たる。金森のヘディング、失礼、松岡のヘディングです。そうですね、クロス、谷が出てきました。いや、大きいですね今のも。やっぱこう、はい、素晴らしい弾道のロングボールを蹴ってきました。ウェリントンが抜け出す、今度からのボール、ウェリントン、中に金森も入ってくる、ウェリントンシュート、長いボール谷からオセフンの裏、藤本です。後ろから行く小田、中島の左足のクロス、オセフン、ナサンホ、村上止めた。ここで下田が左足で入れてきます。ファーサイド杉岡のところ、オセフン、村上止めている、藤本が詰めたが村上止めています。はい、福岡はこう守ってますよね。で、しっかりブロック作ってますよね。はい、ここで前半終了のホイッスルです。前半は0対0です。中原さん、どのようにご覧になりましたか。散っています。今後半のキックオフのホイッスルが鳴らされました。エンド変わって右から左に攻めるのが福岡、左から右が町田です。オセフン、中島、その辺りを狙ってくるが、オセフン、望月のところ、宮が競る、中島、決まった、最後は藤本、ロングスローから藤本が左足で合わせていきました。今シーズン3ゴール目。中原さん、先制は町田です。いや、素晴らしいですね。まあ、ファーサイドのところフリーになってましたけども、やっぱりこう中で2枚合わせたときに、まあ、ボールウォッチャーになったってところもそうですけども、ファーサイドのところにこう立ち位置にちゃんといるって、あれ簡単にやらせないよってことができてますよね。藤本が抜けていく、藤本シュート、決まりました。藤本今日2点目、町田が追加点です。中島落として林、林から下田、望月反らして、望月です、ヒール、シュート打てるか、林のところ、うまく、ナサンホ左足、町田3点目。ナサンホの左足一閃、これも林から相馬へというところ。相馬、ベリントンが奪えるか、ベリントンが奪った、ベリントン遠目からミドル、いやー、惜しかったですね。素早く攻めたい福岡、裏へのボール、ザヘディだ、ザヘディ1対1、ザヘディかわした、ザヘディのシュート、ただここでオフサイド、フラッグが上がりました。まあ、チェックは入るでしょうね。上げてるタイミング、蹴ってるタイミングと上げてるタイミングのところですね。まあ、ここ最終的に望月のところだと思いますけども、はい、まあ、線を引いて、まあ、出てるかどうかだと思いますけども、まあ、ここのキーパーとの1対1は非常にこう冷静でしたよね。剥がせたってところは非常に良かったと思いますし、まあ、右足でもあれだけこう力強いシュートを打てるわけですからね。ここで試合終了のホイッスル。